こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回はね、ファミコン版くるくるランドを始めていきたいと思います。このゲームは任天堂のゲームでね、おそらく僕らがね、中学年ぐらいかな、小学校のね3年生ぐらいですかね、当時プレイしてましたね。ただね、これ操作感覚がね難しくて、慣れるまではねなかなかうまくいかなかったような記憶があるんですよね。これもね、ちょっと久々のプレイになるんでね、うまくプレイできるかどうか、まあできないと思うんですけどねやっていきましょう。一面かな、これね。これね、金塊を探し出すと、そして一面ごとにね隠された絵があるんですよね。金塊で描かれた絵がね、それを発見すると、なんでしょうね、あの旗。これね、一面はね、スピードが遅いんでね、まあ、そんな難しくはないかなと。これハートですかね、ひょっとしたら。ハートっぽいですね。これね、妹とね、なんかやってた記憶ありますね。ただこれね、操作になれるまでね、すごい難しくてね。ハートですよね、これね。このゲームは本当にね、なんか音楽とかね、懐かしいなという感じがしますね。まだゲームウォッチからね、毛が生えたぐらいの頃ですかね。タイムあるんですよね。タイムのうちに発見しないといけないんで、これでクリアかな。よし。ハートでしょうね、おそらくね。一面クリアと。これちょっと音が小さいんで、もうちょっと大きくしてね。この音がね、なんとも言えないね、懐かしさをね、感じさせてくれるんですよね。任天堂のね、昔ながらのね、この BGM。これ敵が出てきたら一気に難しくなるんですよね。これ、バーチャルコンソール版なんですけど、これ買ったのはね、去年ですかね。だからこれ久々なんですよね。全く操作とかね、わからないっていうか。これなんだろうな、二面はね。全然覚えてないんで。これね、ぐるぐる巻きの中に入ってもやられるし。ちょっと取りたい。よし。あやっ思わず、ね、声が出てしまいましたが。危ない危な危ない。これね、あぶんな危ない危ないこれ何でしょうね、これね。全く想像がつかない。敵倒せるんですね、これね。なんか、ビームみたいなの出せますね。知らなかった。これ出したらね、倒せますね。これなんだろうなぁ。危ない。タイミングがちょっとわからないんですよね。よし。危ない。危ない。これでまっすぐか。よし、オッケー。これ何でしょう、これ。鍵？完成してもね、何かわからないっていうね。今の何だろうな。もうちょっと分かりやすいね、絵にしてほしいですね。ボーナスステージとタイム240秒。これなんだろうな。あ、これ金塊を出していくと。なるほどね。あ、これね、なんとなく覚えてるな。なんとなく覚えてる。よし、いい感じ、いい感じ、いい感じやね。よし、これでも時間内には無理だね。難しいな。
これね、操作に慣れたらね、結構ね、面白いんですよね。ただね、久々なんでね。ただ小学生の頃もね、全クリはできなかったような気がしますね。うん。まだね、中学年というか小学校3年の頃だと思うんですよね。だからね、ゲームの腕もね、まだまだでしたからね、これ。あ、ちょっと待て。二人用もできるんだったっけな、覚えてないですね。二人用ができたら楽しいですよね、これね。おっと、バネか。出さないとね。あぶんない。ゲームオーバー。もう早いな。早いな。まだやりたいけど。ちょっと。悔しいけどね。くるくるランドね、これね。本当にね、ファミコン最初の頃だと思うんですよね、このゲームね。まあ、だから単純なね、シンプルなゲームなんですけど、なかなかね、楽しめるゲームですよ。というわけで今回これで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。